メガバンク3社、あの企業の決算は？こんばんは、福利でフエルです。今回のテーマは決算シーズン、決算読みます。気になるあの企業、結果はどうだった？忙しいあなたに代わってフエルが決算を読みました。ぜひ最後まで見てください。目次です。1、メガバンク3社について。2、決算5分解説。3、決算印象と今後。まずはメガバンク3社について。決算シーズン、いよいよピークを迎えています。1週間で1000社以上の決算が出る、まさに決算集中の1週間。気になる決算を追いかけていきます。五大銀行グループの2023年4月から12月期の決算が出揃いました。合計の連結純利益は前年同期比で 51% 増の2兆8964億円と、2005年度に3メガバンク体制となってから9年ぶりに最高益を更新したそうです。3メガの大企業向けの貸出金の利ざやは2016年のマイナス金利政策導入後で最も高くなりました。アメリカ経済の先行き懸念など、日本の銀行の業績には不透明感も残るものの、今期の銀行決算は絶好調です。特に気になるメガバンク3社の決算を実際に読んでみました。忙しいあなたに代わってフエルが決算を読みます。それでは決算を5分で解説、いってみましょう。続いては決算5分解説です。決算が出た順番で3つの銀行の決算をそれぞれ見ていきます。まずは三井住友フィナンシャルグループ。3メガバンクの一角で住友銀行、三井銀行、神戸銀行、太陽銀行、平和相互銀行、若潮銀行の流れを組む2001年誕生の三井住友銀行が中核です。他に SMBC 日興証券、消費者金融、カード、ビースなどと総合的に金融事業を行っています。シティバンクの個人部門を買収し、信託業務も強化中。店舗削減では他の銀行に対して先行し、リザヤの厚い中小企業融資に強く、収益性は3つの銀行の中でもトップです。富裕層向け資産運用ビジネスにも注力しており、東南アジアで商業銀行の業務を拡大、インドネシアやベトナム、インド、香港、カンボジアの現地の銀行へも出資しています。最近では SBI 証券と資本業務提携をし、リテールのデジタル化も推進しています。決算が発表された日付順に3メガバンクの決算を見ていきます。2月1日に発表された2023年4月から12月期の三井住友フィナンシャルグループの連結純利益は前年同期比 4% 増の7928億円でした。4月から12月期として2年連続で過去最高を更新。国内の資金需要が堅調だったほか、クレジットカードなど決済ビジネスが好調でした。営業利益にあたる連結業務純益は 17% 増の1兆2020億円。経常利益は1兆1966億円で前期比 16% の増加。相場操縦事件の影響などで前期に赤字となった SMBC 日興証券が黒字転換したことも相を講しています。不良債権の処理などに伴って発生する余震関係費用は前年同期比235億円増えて1346億円。海外は低採算資産の削減などで融資残高が減少したほか、預金などの資金調達費用が膨らみ、銀行単体の海外の資金利益は前年同期比で減少しています。三井住友フィナンシャルグループの今期の業績予想に変更はなし。今期の配当は1株あたり270円としています。自社株買いを含む総還元成功は今期 60% 超えです。続いてはみずほフィナンシャルグループです。
旧第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行が純粋持ち株会社を設立して誕生しました。2002年に3行をみずほ銀行とみずほコーポレート銀行へ再編。2013年にこの2行が合併し、みずほ銀行となりました。みずほ信託銀行、みずほ証券との連携を強化し、海外展開では非日系の優良企業との取引拡大に重点を置いています。記憶に新しいところでは、2021年にシステム障害で業務改善命令が、企業風土の改革やデジタル投資が急がれています。2022年には楽天証券を持ち分法適用会社にしました。こちらは、みずほフィナンシャルグループの決算説明資料です。みずほは東京芸術大学と連携し、アートでもっと元気に、アートをもっと身近に、アートの力で変わりたいをコンセプトに掲げ、経済だけでなくアートも文化も持続性ある豊かな社会を競争していくことを目指しています。中間期決算の概要に続き、東京芸術大学デザイン科の学生の方に、みずほのパーパスである、共に挑む、共に実るから得た着想を具現化してもらったそうです。決算資料の表紙にアート作品を掲載するのは、23年11月に続き第2弾です。発表された決算によると、24年3月期の第3四半期累計での連結計上利益は、前年同期比 34% 増の8828億円。純利益は前年同期比 18% 増の6423億円でした。債券運用や金利リスクを減らす商品などを企業に提案する市場部門が好調で、資金需要や利ざやも改善し、個人への運用商品の販売や企業の M&A に伴う手数料も伸びました。みずほフィナンシャルグループは第3四半期を終えた時点で通期の業績予想をすでに達成しています。ただし、業績は達成したものの、さらなる上方修正は出していません。今期の配当は前期より16円増額の1株当たり100円を予定。続いては、三菱 UFJ フィナンシャルグループです。国内最大の民間金融グループ、三菱 UFJ 銀行が核となっています。さらに、信託、証券、カード、リース、金融、消費者金融も手掛けています。国際展開は法銀随一。アメリカのモルガン・スタンレーは持ち分法適用会社で、タイのアユタヤ銀行、インドネシアのバンクダナモンは子会社となっています。アメリカユニオンバンクは2022年末に売却。今後は東南アジアに経営資源を投下していきます。発表された24年第3四半期、4月から12月の決算がこちら。連結計上利益は前年同期比なんと 2.1 倍の1兆8018億円。純利益は 3.8 倍の1兆2979億円と、4月から12月期としては最高となりました。稼ぐ力のモメンタムは継続。顧客部門の営業利益はユニオンバンクの売却影響を打ち返し、前年同期比でプラス2900億円です。第3四半期を終えた時点で純利益が1兆2900億円と、2023年度通期目標の純利益1兆3000億円をほぼほぼ達成していますが、通期の業績予想に変更はありませんでした。純利益の通期予想に対する進捗で、みずほは目標を上回り、三菱 UFJ もほぼ達成した形ですが、上方修正は見送っています。アメリカの長期金利が 5% 台に乗せた昨年秋のピーク時からは下がったものの、金利上昇による債券価格の下落で、保有する有価証券には多額の含み損も抱えています。業績予想を据え置いたのは、今後の損切りに備える面もあるとの指摘もあります。今期は、この純利益1兆3000億円の達成と、ROE7.5% の超過達成を目指すとしています。
では続いてはそれぞれの銀行の決算印象と今後について。メガバンク3社の決算はどこも貸出金利から預金などの調達金利を差し引いた利ざやが海外で拡大し、国内でも大企業向けを中心に収益性が改善しました。国内でも金利上昇が本格化すれば収益性は一段の向上が期待できそうです。三菱 UFJ は銀行単体で円金利の上昇が資金収益を年間450億円以上押し上げるとの試算も出しています。3社の決算印象はどこも丸。あえて差別化するなら前期比との比較で大きく利益を伸ばし1兆円の大台に乗せてきた三菱 UFJ フィナンシャルグループが二重丸です。皆さんの印象はいかがでしたか。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を。